こんばんは、カオパパです。これがカブちゃんです。ペロペロと。しばらくですね、ジムニーをいじる動画が続いたんで、久しぶりに山の動画アップしたいと思うんですが、実はかなり撮りためててですね、こう編集してないのが多いんですが、10月のですね半ば、13、14、15かな、恒例の北アルプス唐沢まで行ったんですね。でその時ですね、カブママとだけじゃなくて、今年77になるは僕のお袋ですね、お母さんも一緒に行きました。まあ77で行けるかなってちょっと不安だったんですが、まあ何せ僕産む前にですね、槍ヶ岳登ってるぐらいの人なんで、スイス行っちゃいましたね。びっくりしました。ちょっとそのビデオですね、長編になるんですが、お届けしたいと思います。はい、ここはサワンドですね。あいにくの雨模様ですけど、またバスターミナルから行きたいと思います。はいはい、はい、こっちになる。そうです、そうです。そうですよね。うん、バスターミナルです。はい、食堂。
最後明神がですね、山頂の方がちょっと見えませんね。僕の指のまっすぐ上が明神槍で、こっち側が明神のてっぺん一方ですね。2時13分、明神に着きました。ちょっと休憩しましょう。明神池から穂高神社行ってとりあえずお参りしてきましょう。山の向こうが屏風岩だから横尾の方でね。家紋寺小屋です。この人がウェストンを案内した案内人、うん、世界一有名な案内人。ここはね、あそこ行くとね、イワナを焼いてる。ほら、ここでね。で、あのイワナ定食っていうのが美味しい。すごいね。あの
次来るときはここ泊まれ、泊まれたいんだな、うん、泊まれるんですか、泊まれる、うん、明神池行って遊んでました。じゃあ今からですね、今日の宿がある徳沢に向かっていきたいと思います。3時50分路地です。ちょうど50分だったね、歩いたら。さあ来ました。超立派、やったやった。じゃあ一流ホテルで。お母さんすごいね。うわ、美味しそうだな。さすがだね。
こんなすごい山小屋ないね。7時13分ですね。徳沢ロッジを出ます。氷壁の宿って ここは氷壁の主人公カオルが、うん、お兄さんがザイルが切れて遭難しちゃったのがこの上なんだけど、うん、ダビに伏すためにここの橋を渡ったわけだ。はい、新村です。7時32分17分、予行に着きました。ここでね、休憩、水補給、いろいろして山に入りたいと思います。じゃあ横を出発してですね、唐沢に向かいます。最初はね、新谷橋ですね。あの辺でキャンプしたの。あの辺でキャンプしたの。ああ、そうだそうだ、それしかない。はい、じゃあここから先が登山エリアです。いいですか？頑張ります。はい、じゃあ行きましょう。
屏風岩が見えてきた。はい、屏風岩です。はい、国内でも有数の岩場です。ね、誰か張り付いてないかね。いるの？うん、いるよ。クライミングする人いくらでもいる。もう90度じゃなくてさ、120度になってるんだよ。そう、そっくり返ってるとこもあるよ。おなじみなんとか草が生えてましたね。お父さん、これは何でしょう。すごい岩場だね。釣り橋なくなっちゃいましたね。いつもはこの釣り橋があるんで。そう、日が照ってきましたね。ねえ、よかった。ねえ、本当ですね。いいペースで来たね。はい、じゃあ本谷橋を出て唐沢カールに向かいます。
去年はガチャガチャになってて怖くてやばかった。だからこれ積み直したんだよ。落石の名所です。どうぞ。見えますね。振って目指していきたいと思います。はい、行きましょう。綺麗だね。錦秋だ、錦秋。うん、巻いてきな。すごい錦秋の唐沢で休憩ですが、ちょうどヒュッテがですね、もう人がいるの分かるんですけど、まあ 400m ぐらいかな。ただまあ上りも結構勾配あるんで、あと30分ぐらいかな、行きたいと思います。じゃあ行きましょう。若く分岐着きました。よし、こっち行きます。いや、今ね、ヒュッテの手前ですけど、すごい信じられない紅葉。先週の那須も良かったけど、こうもすごい。うわ、懐かしい。1年ぶり。ヒュッテが着いた。はい、12時22分、はい、ヒュッテに到着です。お疲れ様でした。
売店でやろ、はい、すごいじゃん。こっち一番端っこがこっち。どうぞ奥。で、すごいとこ。いや、これがさ、見てごらん。いや、これいいよ。最高だ。こっちのお弁当でーす。おぉ、ちまきか、あ、かっこいい、すごい、ちまきか、少ないね。全盛期はこう全部テントで埋まっちゃう。センパリは行くね。Thank you.
いるわ、今度来た人が。山の彼方の方に行っちゃった。じゃあ、パノラマ行ってみましょう。どうぞ。今ですね、パノラマ登り始めて5分ぐらいのとこからヒュッてを見てます。紅葉がね、えらいこと残っててすごい綺麗ですね。あと北方の方の斜面もですね、ちょっと茶色く草もみじっぽくなってて綺麗。雪はね、さすがにないけど、今年は本当紅葉が残ってて素晴らしい。うわー、すごいすごいですね。スターウォーズって映画の帝国軍の兵士ドンキに言ってんじゃないか。ドンキボーって言ってんじゃないか。これは何？紅茶？紅茶。美味しい。Thank you.
はい、どうも。お、メニュー、去年と違うな、メニューが。あ、初めてなんです。あ、そうですか。私は初めてなんですけど、こっちは何回か来てこれね、はい、一番いいかもしれないな。そうですか、ラッキーじゃないですか。じゃあね、さっきいただきました。本格と魚もあって、どんなあるの。うわ、写真撮りました。撮りました。写真撮っとくか。違うから、私はね、栃木です。何食べたのっていうの。栃木です。うちはもうバラバラ、東京、千葉、埼玉。あーら、栃木なのこれ。曇ることあるとか。